桃太郎クイズ注意。以下の質問は、芥川龍之介の桃太郎に基づいております。問1。桃太郎は鬼ヶ島に鬼退治に行きますが、なぜ鬼退治に行ったのでしょうか ?A。桃太郎の両親が鬼に殺されたから。B。桃太郎の住んでいた家を壊されたから。C。 桃太郎は家族の仕事を継ぎたくなかったから。答え、C。桃太郎は家族の仕事を継ぎたくなかったから。本文から引用。桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の性伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山田の川田の畑田の絵、 仕事に出るのが嫌だったせいである問い2おじいさんとおばあさんが桃太郎に出陣に必要なものを揃えてあげた理由は何でしょうか A おじいさんとおばあさんは桃太郎にうんざりしていたから B 桃太郎のことが可愛かったから C 村の平和のために 鬼を倒して欲しかったから答え A おじいさんとおばあさんは桃太郎にうんざりしていたから本文から以下引用この話を聞いた老人夫婦は内心このわんぱくものに愛想をつかしていた時だったから一刻も早く追い出したさに 旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用なものは言うなり次第に持たせることにした。問い3。桃太郎は家来の犬とキジと猿に、きびだんごを与えますが、いくつずつ与えたのでしょうか ?A。一つずつ。B。 二つずつ。C、半分ずつ。答え。C、半分ずつ。本文から以下引用。犬もとうとうきび団子を半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。 問4、家来の猿は鬼ヶ島にある内出の小槌で、どんな願いを叶えるようにし,していたのでしょうか ?A、桃太郎に内出の小槌は出てこない。B、両親を生き返らせて欲しい。C、その他。答え、C、その他。本文から以下引用。では、その内出の小槌から、 また、いくつもの、うち出の小日を振り出せば、一度に何度でも手に入るわけですね。問い4、あ、問い5。鬼ヶ島の鬼はどんな悪事をしたのでしょうか ?A、桃太郎の家来の親を殺した。B、桃太郎のおじいさんを誘拐した。C、悪いことは何もしていない。 答え、C、悪いことは何もしていない。ちなみに、オーソドックスな桃太郎の、えっ、ー、と、オーソドックスな桃太郎のあらすじは以下の通りです。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山にし,山にしばかりに、おばあさんは川に洗濯に,洗濯に行きました。 おばあさんが川で洗濯をしていると大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。その桃を家に持ち帰って開けてみると中から赤ん坊が出てきました。その子を、その子,その子,そ,の子その子を、桃太郎と名付け育てることにしました。桃太郎が大きくなると、大きくなると、村を荒らしに来ていた鬼を退治するために、おじいさんとおばあさんに武器や旗を作ってもらい、さらに食料としてきび団子を作ってもらいました。 キビ団子を一つずつ与えて、犬、猿、雉を、家来にして、鬼ヶ島に向かい、桃太郎は、桃太郎たちは悪い鬼を退治しましたとさ。